どうもヒカキンです。皆さん明けましておめでとうございます。昨年はですね、自分にとってすっごく良い年にできて、びっくりするくらい、いろんなことがあったんですが、まあ、今年も、YouTube は必ず盛り上がると、僕は思っていますので、去年に負けないような年にできたらいいなと思ってます。で、今年の僕のテーマなんですが、ズバリ、まあチャレンジ、そして自分が変わり続けることと、いうテーマで、やっていこうと思ってるんですが、まあ、もし自分が面白いと思ったら、自分が今までやったことないことでも何でもチャレンジしてみたいなと、去年からもうそういうふうに考えてやってきたんですが、今年はさらにいろんなことにチャレンジして、新しいこともどんどんチャレンジしていきたいと思ってます。あとですね、昨年末には、スカルプ D のテレビ CM に出演することができまして、やっぱり YouTube にはすごい可能性がまだまだあるなと感じましたので、今年ももっともっと活躍できるように頑張って、今 YouTube 始めたばかりの人だったり、これから始めるという、若い人たちに、勇気を与えれたらいいなと思ってます。2014年もヒカキンとウームをよろしくお願いします。頑張ります。バイ。ABTV ネットワークラジオ、どうも皆さん、明けましておめでとうございます。私、ABTV ネットワーク代表取締役を務めさせていただいております猫犬田実彦と申します。おかげさまで弊社は開局3年目を迎えることができました。これもひとえに視聴者様のお力添えあってのことだと、弊社のおバカなスタッフともども日々感謝しております。それでは今年もこの ABTV ネットワークを何卒よろしくお願いいたします。大変短いですが、これを新年のご挨拶とさせていただきます。それでは皆さん、 See you next yeah。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。旦那です。夢です。2014年ということで、皆さん今年も1年ぜひよろしくお願いいたします。なんかある？目標は。あ、こちらもマイペースに、ね、僕もマイペースに行こうと思うので、そうですね、お互いマイペースに、そうですね、お互い尊重して、まあ、伸び伸び仲良くなっていければ、今年もありきはいろいろやらかします。行こうと思います。ということで皆さん、今年も1年よろしくお願いいたします。お願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。佐々木朝日です。2013年は私のたくさんの動画を見てくださって、本当に本当にありがとうございます。そして、12月、2013年の12月にはですね、こんな感じですっぴんでスキンケアをしながら、ダラダラ話すっていうビログチャンネルも、立ち上げまして、また新しい YouTube の楽しみ方を見つけたので、今年も引き続きみんなにすっぴんを晒していこうと思います。そして、メインのメイク動画のチャンネルの方もですね、ますますなんかパワーアップした形で、皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思います。それでは今年も佐々木朝日をよろしくお願いいたします。じゃあね。はい、どうも皆様、明けましておめでとうございます。皆様ね、去年いかがだったでしょうか。なんかよくね、2013年振り返って一文字表すとみたいなやってるじゃないですか。そこで私もやってみました。けどね、どうしてもね、一文字表せれません。ということでね、2013年度の一言はね、こちらになります。はーい。マジか。ほんとね、マジかですよ、去年は。もうね、仕事も順調だし、何よりね、彼女ができてね、しかもね、プロポーズも成功いたしました。ほんとね、もう何年もね、彼女いなかったから、まさかね、去年こういうことが起こるとは思いもしません。そこでね、まあ今年はね、またいろいろあるわけなんですけども、今年もね、またね、一筆書いてみましたよ。もちろん、まあ一言になるんですけども、はい、こちらでございます。はい、このまま。まあね、現状で満足するっていうのはね、いかがなもんだと思うんですけども、やっぱね、
今のようなこのゆるい感じをね、やっぱ貫きたい。まあゆるくてもね、いろいろ頑張るけども、このスタイルでね、今年もね、一歩頑張っていきたいと思います。また今年はね、結婚式やら、まあなんやらね、いろんなイベントを重なると思うんですけども、まあこのまま楽しくね、人生全うできたらな、すごくいいなと思っております。ではまた皆さんね、2014年度、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。ウームのチャンネルをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。新年のご挨拶ということでね、去年はね、ウーム立ち上げの年でね、まあお祭りですよ、お祭りでした。で、今年はね、ウーム大爆心の年ということでね、またお祭りですよ。そんなわけでね、私はね、もうこれからね、どん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  YouTube でね、頑張っていきたいと思いますよ。いつから動画が1日1本だと錯覚していた。これをね、今年はキーフレームにしてね、どんどん動画を出し上げていこうかと思います。いやー、もう最近動画投稿が楽しくて楽しくてしょうがないんですよね。はい、そんなわけでね、今年もね、ウーム含め、めぐみさんをどうぞよろしくお願いいたします。頑張っていきたいと思います。バイバーイ。新年、明けましておめでとうございます。瀬田浩司でございます。僕はですね、こちらの YouTuber 事務所 UM に所属してですね、まあ数ヶ月経ったわけなんですけれども、今まで僕はね、所属する前までは全部一人で、メールの返信からそのなんか、いろんな人に会いに行くとか打ち合わせでも全部一人だったんですけれども、その事務作業的なところを全部その UM の、その担当のスタッフの方に手伝っていただけることになってですね、随分楽になりましたね。メールの返信とかですね、まあ主にメールの返信とかですね、が本当僕物臭なので、そこが少しはね改善されたかなと思っております。あとはね、その仕事の幅がね、一人ではできなかった、僕営業をかけるとかできないんで、そのそういうこととかね、僕絶対そんなのやりたくないっていうようなことをやってくださってね、今までやりたいんだけどちょっとそれ俺一人じゃ無理だなって思ったことがどんどん実現されていくようになったということでございます。まあそれがね、2014年になってさらに加速していくんじゃないかなと思ってますので、まあ僕は僕でね、好きなことはやるんですけど、その僕が今まで手を届かった人のね、じゃあ全社会残念しろかなってなっちゃいますけど、ラケディシネイラカさんねしろこのさな、ラケシンのフィダサラヒゲデジョナシロコゾマセ。明けましておめでとうございます。どうも、ジェット大輔でございます。2014年でございますか。早いもんですね。2001年宇宙の旅がね、未来の話だと思っておりましたけども、もうその2001年から12、3年経っているわけですよ。その頃生まれた子供たちもね、もう小学校6年生とか中学校1年生になってるわけでね、いやー、つくづくね、時が経つのは早いもんだなと思っておりますね。婚姻屋のごとしでございます。今年もね、ぼーっとしてる間に1年終わってしまわないように、全速力で駆け抜けたいなと思います。今年40歳を私迎えまして、ガンダムシリーズよりも5歳年上です。はい、なかなかの長寿シリーズになってまいりました、ジェット大輔。40年やってるわけじゃないんだけど。ですね、まあ今年の抱負としてはですね、まあ年も年になってきましたんでね、2013年いろいろありすぎてね、ちょっとね、体を痛めて腰が痛いなと、最近ずっと腰が痛いんですよ。なのでね、新しいことに挑戦するにしてもね、とりあえずじじいってみたとかね、そういうくだらないことしか考えてないわけですけども、はい、なんかね、年取ってるなりにね、新しいことに挑戦したいなと。まあ、いろいろやってきた分ね、蓄積は、あるわけですから。まあ、その中の貯金を、こう、引いて引いて、ね、残りの人生を楽しんでいきたいなと思いますけども。何を言っとるんだ、俺は。ですね。はい。まあ、YouTube とかね、まあ、相変わらず、それなりにやっていければいいんじゃないかなと思ってます。で、まあ、それ以上にね、やっぱり、去年から UM に、参加してですね、いろいろと、まあ、環境が変わったりとかね、そういったこともありましたんでね、犬がうるさいんだ、そこに。そこに最近スーパーができたんだよ。
スーパーができてさ、買い物に行くときにさ、外に犬つないで買い物に行くやつがいてさ、犬がずっとワン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 吠えてんだよね。多分まあいいや、そんなことは。そういった感じで何の話してたっけ。腰が痛い話か。あのね、板橋の方にね、ゴッドハンドっていう呼ばれる人がいてですね、何をやってるのか分かんないんですけどね、超能力者じゃないかって言われてるんですけどね、こうパパパパパパって触るだけでね、腰の痛みが取れちゃうっていうね。まあ、あの新年第一発目はね、そこにお出かけしたいなと思いますけどもはい、まあゴッドハンドと呼ばれるくらいね、神の領域に達するぐらいね、いろんなことを極めていけたらな、いいんじゃないかなと、そんな風に思います。2014年もそんな調子で頑張っていきたい。まとまらない。まとまらないな。困っちゃったな。YouTube。YouTube。乳首立ってんだよね。なんか。まあいいや。はい。2014年、今年も皆さん頑張っていきましょう。